それでは定例会議で始めます。私の方からは特にありませんのでご質問いただければと思います。どうぞ。はい。日本経済新聞の宮田、はい、お願いします。国勢調査の、ね、昨年の国勢調査のですね、簡易調査の結果が、まあ、発表されまして、まあ、日本のですね、人口が初めて、まあ、国勢調査としては減少したということになりましたけれども、まずこの人口減という問題、まあ、共産党としてどう捉えているかということについてお話しください。まあ、これは日本社会の未来に関わる深刻な問題ではないかなというふうに思うんですね。やっぱり若い世代が希望や、まあ、希望を持ってね、生きていくことができない社会になりつつあると。やはりその雇用の問題なんかが深刻で、非正規雇用が4割を超えるという中で、やはりその子育てを、あるいは結婚するということ自体も困難になってきているということの一つの表れだと思いますから、まあ、そういう意味ではこれは政治はこの事態を深刻に受け止めて、これを打開する施策を次々と打っていくことが必要だというふうに思います。根底にあるのはやっぱり少子高齢化という大きな流れですから、それを食い止める政治の責任がね、問われているんじゃないかなというふうに思います。関連してなんですけども、これに伴ってですね、試算するとですね、衆議院選挙制度に関係したんですけども、アダムズ方式で当てはめてやるとですね、急増15減になるという話も出てますけども、そもそも共産党としてはですね、定数削減とかですね、選挙方式の見直しとかですね、そういったところで、見解が割れてる違うところだと思いますけれども、この急増15減ということをめぐってですね、これからいろいろ議論が出てくると思うんですけども、このことについて、どういうご所見かということをお聞かせください。国政選挙のたびにこういう議論が出てくること自体が、やはり小選挙区制の矛盾をね、示すものだというふうに思うんですよね。で、アダムズだろうが何だろうが、結局この小選挙区制という制度を維持したままだと、人口の変動によって、定数区割りまで毎回毎回選挙で見直さなければいけなくなってしまうという、未来永劫この問題は続いてしまうわけでね。で、そういう意味で言うと、やっぱり小選挙区制の害悪が、はっきり、今回の発表を通じても我々は見えたというふうに思っておりますし、やっぱりこの選挙制度の根本問題を解決するためには、小選挙区制を廃止して比例代表中心の制度に変えていくということが解決の道だし、議員の定数削減するということは、これ繰り返し言ってますけれども、国民の声を削ることになるわけですから、これに対してはきっぱり反対だということを言っていきたいなというふうに思います。他どうでしょうか。一件ですけど、はい、日本経済新聞です。はい。今日で226事件から80年ということなんですけども、この226事件、いろいろ構成になってですね、経済的な問題が背景にあったのではないかとかですね、もちろん文民統制の問題という、そういう課題も当然あると思うんですけども、この80年を迎えるにあたって、この226事件の教訓というものをどう捉えられているのか、小池さんの個人的な見解で構いませんので、お聞かせください。僕らが思い出すのは、昨年の戦争法、安保法制の審議の中で、自衛隊の内部文書が次々と出てきて、私も国会で取り上げましたけれども、その時に国会では軍部の独走だと、まるでそのかつての 軍部の独走と同じじゃないかということを言ったことを思い出すんですけどもね、やっぱりその国会の審議というのは軽んじて、自衛隊の制服組がどんどんことを決めていくようなね、今の姿に、やっぱりその当時の、状況がやっぱり重なって見えてくるという感じもするし、報道の自由とかね、言論の自由なんかを政府が介入をしていくっていう動きにも非常に危険性を、ね、感じますよね。当時と同じようなやっぱり戦争をする国に向かって進んでいる時代ということを感じさせる、そんなことも思います。同時にやっぱり226事件の時との決定的な違いは、当時は日本共産党は弾圧下にあったわけですよね。で、1932年に小林武二が虐殺をされ、33年には宮本賢治さんもね、投獄をされる治安維持法の下で過酷な弾圧の下にあった、そういう状況と今日日本共産党がこうやって元気に
こう野党の、ね、こう中で役割を発揮して、あの仕事をしているということは、26事件の時のとの時との、まあ、ある意味決定的な、ね、違いじゃないかなというふうに思いますから、まあ、改めて頑張らなきゃいけないなと、共産党が本当に元気に頑張っていくことが、まあ、226事件、80年前の歴史を繰り返させない大きな力になるんじゃないかなと、まあ、そういう責任もある政党だという思いで頑張りたいなと思っています。西田さんです。今元気な共産党から見てですね、今日は維新の党と民主党という政党が合流上で動いてますけども、まずこの動きというのを改めてどのようにご覧になっていらっしゃるかというのを教えていただきたいと思います。まあ、昨日も委員長の方からも、ね、コメントあったと思うんですけども、まあ、ご党首の党首会談で、戦争法安保法制の廃止、集団的自衛権の閣議決定容認した閣議決定撤回、共通の目標にし、安倍政権打倒を目指すというふうに確認したわけですから、まあ、全体として野党が力を合わせる、野党がその一つになって頑張っていくという方向性自体は、私は率直にいいことだというふうに思いますよ。それはもうそれぞれの党がね、やっぱりそういった形で努力をしている、まあ、それの一つの表れではないかなというふうに思います。はい、共同通信の大輝と申しますけど、はい、参議院選挙の候補者調整でいって、今、各県で結構、取り下げの動きというのは、ポツポツ出てはいるようなんですが、各県での その調整が今、順調に進んでいるという認識をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。取り下げということを正式に決まったというところはまだないと思いますが、全体では非常に前向きにそれぞれのところで話し合いが始まりつつあるというふうに見ています。ご党首党首会談、それからそれを受けた書記官の、ね、合意を踏まえて、前向きな大きな流れが始まりつつあるというふうに見ています。これ大変嬉しいことだと思います。今日は民主党の鈴木貴子衆院に民主党に対する離党届を提出するという動きがありましたけれども、その背景としてですね、民主党が共産党ともですね、一致して北海道国保線で戦うということに対して、受け入れられないということがあるんじゃないかという話も出てますけれども、このことについてどういうふうに受け止められているんでしょうか。自民党の候補者を補選で応援するとおっしゃってるんだから、すっきりしていいんじゃないですか。そういう自然な流れであるというふうに思いますけど、名実ともにやっぱり、ね、自民党を応援する立場に立たれるということであると私は受け止めてます。関連なんですけどね、民主党の鈴木さんは比例で受かっている方、民主党で受かっている方で、その方が一回離党して、いずれは自民党ともあるでしょうけど、一回離党しましょうという、このことは制度というかですね、これについてどのように、口頭から聞いてるっていう、これはやっぱり制度の、ね、一つの、この間もこういう問題、いろいろあったわけだけども、制度の一つの矛盾問題点だというふうに思いますけど、現行の選挙制度は、小選挙比例でありますけど、そこには改めて問題があるそうですね。よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。